皆さんこんにちは、ともきです。あさひです。ちえです。今日はあさひさんのお家にお邪魔して、あさひさんのコスメを使って、半顔でメイクをしてお送りいたします。あとですね、とりあえず今ベースと眉までは終わってるんですが、そこはあさひさんのチャンネルで工程が見れるので、ぜひぜひそちらのチャンネルもすでに多分見てらっしゃると思うんですが、行ってみてください。はい、で後半にちえさんのチャンネルで愛以外、目元以外のメイクをちえさんのチャンネルでお送りいたします。じゃあ中盤ですね。中盤戦。はい。ここからいよいよ本当にね、多分変わってくる。それぞれの個性が出るかと思うので、もう変わってますもんね。眉だけでもね、やっぱり違う。こっち側をもう、こっち側をちえさんで行っています。楽しみー。では参りましょう。やっていきます。はい。テーマはブラウンコッパースモーキーアイということで、ブラウンとブロンズっぽい綺麗な10円玉みたいな色ですね。酸化してないやつとか、あとはこの辺とか、このオレンジのところとかこの辺ですね。を足しながらやっていこうかなと。思います。お願いします。はい。ああ、どうしようかしら。楽しみ。最初はニックスプロフェッショナルのこのアイシャドウパレットの、まずこのあれですね。このオレンジ、すごい薄いオレンジみたいなカラーを目のくぼみ、クリースと呼ばれるところですね。そこに入れていきます。はい。はい。じゃあこちらは右側ですね。これもニックスなんですけど、ごめんなさい、ニックスの、アルティメイトパレットのウォームラストっていうパレットのこのカラーを入れていきます。同じ感じのトランジッションカラーってやつですね。どういう意味？グラデーションが濃い色から薄い色にこう、眉骨にかけて薄くなっていくと思うんですけど、そこの濃いカラーと薄いカラーをきれいにブレンドするための中間色はトランジションカラーです。いきます。お願いします。どうぞ。入れる範囲はだいたいこのクリースって言われるこの眼球と骨の間のくぼみのところですね。に幅広めに入れてまいります。幅広めというと。下まで行くわけでもないんですけど、この際まで行くわけでもないんですけど、線にならないようにふんわりとのせていきます。で、気をつけてほしいのが、アイメイクするとき垂れ目風のメイクだといいんですけど、そうじゃないキリッとしたメイクの場合は、下まぶたの粘膜のラインからこう延長したところ、このラインから下に入れちゃうと結構目が下がって見えるので、ここから上に収まるように入れると陰影がすごい綺麗に見えます。影の形が、次のカラーに参ります。はい、次のカラーに参ります。入れて、そうしたら、こちらもアルティメイトパレットの、これはシュガーハイっていうパレットの、今度はこのカラーを同じく、これさっきもこれもマットですをさっきのトランジションカラーよりも少し内側に入れていきます。私は同じ方法でこの赤めのブラウン、これをさっきよりちょっと小さめのブレンディングブラシに取って入れていきます。はい、見たいがどちらも閉じていないといけない。さっきより内側で、これは目頭側までっていうよりはちょうど黒目の上か、それ、目頭側の黒目の終わりあたりまで、奥まで行き過ぎるとちょっと陰影が、ここをへこませたいんですけど、こっちもへこんじゃうので、そういう手法もあるはあるんですけど、今回は目尻側をへこませていきます。目尻側をへこませる。私は目尻側もこう同じくへこませてるんですけど、ちょっとこのカラーを目頭の方に持ってって、なんていうんだろう、まがたまみたいな感じ。まがたまってないいやいやリンゲンバークみたいな感じにしていきます、うん、そしたら、ちえさんが使ってたこのパレットの、この赤みブラウンを、同じ色かな、入れていきますね。より狭く入れていきます、ブラシは同じです、このパレットのアイシャドウすごく密着力が高いみたいなので、結構まぶたはサラサラにしてた方がいいかもしれないですね。なるほど。ああ、違いますね、これね。こっちがより赤み寄りのコーパンですね。こっちはオレンジ寄りかな。そしたらば私はこのコーパーを取って、そしたら私はこれニックスの色見えるかな。これ全然見たまないけど、フォイルプレイクリーム、あ、クリームって書いてますね。フォイルプレイクリームアイシャドウの、おお、わかる？カスタードみたいじゃない？これブラシでつけない方がいいかもしれない。指でいきます。指で取って直でつけると怖いので、ちょっと手の甲で調整します。キラキラしてる？とても。とても。ちょっとずつつけながら調整した方が使いやすいですね、これは。そしたら、同じシリーズのアイシャドウのゴールドを取って黒目の上に入れていきます、はい、あら綺麗だわここ、そうすると輝きが増すので、よりまばたきした時、動きが出る時のキラキラ感がすごい強くなります。本当だ。違うキラキラが足された。こんな感じ。綺麗。これは逆にちょっと深みを出していきたいので、はい、どっちかっていうと暗めのシャドウを入れてきます。使ったことないアイテムばっかりたちなので挑戦しながらやっております。そしたら私はちょっと眉骨と目頭のハイライトを入れていきたいと思います。ハイライトはアイシャドウじゃなくて、フェイス用の朝日さんの最近の海外コスメの紹介の動画で使ってたアナスタシアを入れていきます、ラムレジーハイライター。そうです。本当に色というよりもツヤが出てくれるので、なるほど、そこにも使えるんだ。そうなんです。あとさっきゴールド入れたみたいにここの中心にだけ入れても輝き度が増していいかもしれない。朝日さんこんなメイクルに似合いますみたいな。似合うねどうでも似合う。じゃああえて単色でいきます。おーいきます。じゃあ下まぶたも同じ工程でやってまいりますね、はい、全然違う。同じなのに違う、最初のこのカラーをこれ、はい、これを下まぶたに入れてまいります。これをちょっと上見ててもらっていいですか。はい。あー、くしゃみ出そう両目下まぶたの刺激はくしゃみが出そうになるっていうことを人生で初めて知りました次このカラーです。同じさっきと同じ工程、これを、黒目の真ん中あたりまで入れていきます。さっきより幅は細めに入れていきます、コッパー系のアイシャドウを使う時、目元にもともと赤みがある人は、同化しやすいというか、この赤みを増幅させやすいので、気になる方はコンシーラーとかでしっかり赤みを消してからの方がアイシャドウより際立たせられるかと思います。かしこまりました。なんか私はちょっと単色を使ってちょっと血色悪い感じ。あえてわかりますか？下まぶたも結構しっかりのせてる感じ。下まぶたも結構のせてます。のせてます。そしたらメイクみたいな。あ、そんな感じです。まつげのラインに沿って。はい。目尻3分の1ぐらい、ちょっと濃いめのカラーをのせます、そのまま上に伸ばします。アイラインの代わりみたいな感じですね。はい、じゃあ目頭側を入れていきます。ミューラー取れました、あ、すごい、かっこいい、かっこいいよ。朝日さんはメイクは皆さんご存知の通りプロなので、同じくプロなので、アイライン、ビューラー、マスカラ、つけまつげの方までは私がやっていただきます。トマキ君の方はリキッドでアイライナーを描いて、ここら辺はやってもらうかな。そうですね、跳ね上げのとこだけ僕がやります。ちゅうさんの方は、私はアイシャドウでアイラインを引いていきます。つけまつげの幅に合わせてとか、その軸の部分の色に合わせてでいいんですけど、結構しっかりしたまつげをつけるので、はい、気持ち太めに引いてもらってます。今ぐらいな感じですね。こんな感じで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。いきますか。はい、よし。私はちょっとダークめのアイシャドウをアングルブラシに取って、これですかね、シューティングミストでシュシュしてでアイラインを引いていきます。なるほど、発色よくするんですね。ちょっとあえてそんなに今日ウィングを強調したくないので、白入れます。おお、ここに白を入れて、後から黒も足します。この白本当綺麗だよね。オスカですよね。オスカ。ディオール。つゆさんのブラウンですよね。トモキっぽい。こういうメイクをよくやります。ポイントなので入れても入れなくても大丈夫です。白は。つゆさん普段のメイクでアイライナー、こういう入れ方はしてます？アイライナー結構シャドウで入れますね。おお、そうなんだ。じゃあやっぱお互いの個性が出てますね。そしたらマスカラつけます。はい、お願いします。つけますね。お願いします。どっちもギュン。大丈夫です。ギュンで大丈夫ですか？ビューラーをして、マスカラは私普段から使っているキャンメイクのクイックラッシュカラーとクリニックのラッシュパーマスカラ使っていきます。エミさんね、抜歯をしてまいりましたけど、歯を抜きたてなので麻酔がまだ効いてるのでっていう、あんまり喋れないのよ。ちょっとね、今喋れないので、でもつけまつげを両目に、このエミちゃんのつけまつげ、東京をね、これです。これね、使っていこうと思うので、ちょっと朝日さんがね、まだ切ってないみたいなので、ちょっと切り方をエミリーラッシュはですね、両端の軸の部分が1ミリずつぐらいちょっと最初出てるので、まずそこを切っていただきたいです。でその状態で自分の、目に合わせていただいて、東京の場合は目尻が長いので、切るとしたら目頭の部分切ってくださいね。これね、はい、こっちが目頭で、こっちが目尻になるので、長いところはせっかく長いので残して、目頭側を切って調整っていう形で、はい、お願いいたします。朝日さんは目の幅が結構長めなので、目幅があるみたいなので、そのままいきます。端のちょっと飛び出た部分だけカットしました。はい、失礼します。はい、シーンそうなりますよね。なる周りはね、このままちょっと開けないでください、まだ。はい。いいんじゃない？お、いいね。すごい、一気に目がボーン。もう本当にまつげの本当に際のところ、もうちょっとでも浮いたら、本当はめっちゃ際だね。つけまつげをしてるって分かってしまうので、もうギリギリのって、もうガッギッチギチのところでやってください。今ともきの方はなんだ、本当に海外グラムみたいな感じなんですけど、すごく綺麗、なんだけど、私ちょっとグランジめの、なんだろうな、ちょっとファッションメイクって言ったらいいのかな、そういうっぽくしたいので、この朝日さんつけてもらっていいですか？はい、長さカットしました。了解です。オッケー。オッケー。根元完成でございます。完成。綺麗。綺麗。こんな感じ。やっぱ違うね。すごい。この後は？この後は？はい、面の工程が終わったので、この後はフェイスですね。はい、コントアリングとチークと、あとリップ、その工程を私のチャンネルでお送りしますので、ぜひそちらのチャンネルもご覧ください。この前のベースメイクは朝日ちゃんのチャンネルに載ってますので、はい、ぜひ見てください。ぜひぜひ見てください。はい、じゃあ今回は僕のチャンネルではこのアイメイクをお届けいたしました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひぜひ皆さんのチャンネルも見てください。はい、じゃあ今回はこの辺でお別れですが、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。声が一つSo I'm crazy